記号辞流あやとり入門レッスンです。今日は令和2年5月19日火曜日です。浜松市浜北区の御馬ヶ池緑地というところに来ています。御礼の御に馬ですね。そして池、御馬ヶ池緑地、静岡県も緊急事態宣言が解除されて土砂降りの雨が止み、少し晴れ間が見えたかなというところです。今日のテーマはアメンボバナナの変身あやとりその1です。親指小指から中指で取り合って、はい、2本の構えですね。向こうから3つ目を取ります。杯のスタートと同じですね。3つ目をこう取って、親指で取って、で小指で今度また3つ目を取りますね。この日も3つ目の日も取ります。そしてあとは外すだけです。まず親指の手前のまっすぐの紐外します。外して小指のまっすぐの紐も外します。こう外して最後中指の紐左右外しますね。そうしますと、はい、ジャンボアメンボが現れました。ジャンボアメンボ、面白い糸模様ですね。アメンボ、これからの変身です。中央つまんで垂らしますと、はい、見事な、バナナ模様が現れました。赤いバナナです。美味しそうですね、赤いバナナ。紐の外し方注意と書いてます。ここで親指の手前のまっすぐの外し方ですね。中指でちょっとこう補助的にちょっとこう上げてスペースを作ってね、このスペースに親指をこう左右同時に入れるようにすると早いしスマートな感じですかね。今度小指の向こうのまっすぐの外し方、まあ小指でこう左右の小指でこれをこうすくうようにねやればいいんですが、まあ、それでもまあ100点満点ですが、横のこの斜めの線をねちょっとこう押さえるようにすればこのまっすぐの紐が自然にこう外れる感じもちょっとありますからね、まあ、できればそんな風にした方が洒落た感じかもしれません。でも僕は小指が短くてねちょっとこう押さえにくいんですよね。この横の線をこう横の紐をこう押さえにくいので、まあ、小指の紐に関してはもう小指でこうすくうように僕は大抵やってますけどね。最後この中指の紐の外し方、これねじれた紐がこう中指にかかってなんか食い込んだ形でね、これなかなか外しにくいですね。こう左右こうつまむのはしょうがないかなという感じですが、よく考えますと、つまんだりせずに中指だけの動作でこうね外れるんですね。中指をこう横のスペースを持ってきてね、でこの中央のこの広いスペースに向かって下からこうすくい上げるようなそういう動作でプレイしますとね、左右同時にこうスッと手早くね スマートに外れる感じがあります。
中指こう手前のこのスペースをこう持ってきてね、ちょっと手のひらを押さえるような感じにして、でこの広いスペースにこう出すんですね、飛び出す感じね、こう飛び出す、飛び出すとこうたちまちこれになるよね、面白い動作です。外して外してここね、中指をこう横のここに持ってきてね、であとは中央に向かってね、中央に持っていって、この広いスペースから上に飛び出す感じね、こういうふうに飛び出す感じね、中指の良い運動になります。はい、これでジャンボ水島氏が水島ジャンボアメンボが現れました。この後の変身ドラマですね、これをこうつまんで、これも見事なバナナ模様、これほどく時どっかこうあの無造作にね、不用意にこう引っ張るともつれそうですね、絶対もつれさせない方法、すっきり終わる方法、番号つけましょうかね、1234、この足りてる紐を1234と番号をつけてね、1と4、両端をつまんで、両端に、両端をつかんで左右にこう引っ張りますと、これがパラパラパラーっとこうほどけますね、非常に気分がいいですね、あるいは、1234と番号をつけましたが、2と3ね、今1と4を引っ張りましたが、今度2と3を引っ張ってみましょう。この真ん中の2つね、2と3を引っ張ってみます。そうしますと、これもやはりパラパラパラーっと、すっきりね、はい、ほどけます。こんな風に、完成後のまずはね、形を作ってから大切ということで、今3番のポイントを押さえ、要領よくほどくをやってみました。次は、連続展開に持っていくにチャレンジしてみます。それほど難しい技ではありません。山田。